水の惑星と呼ばれる地球。ほとんどが水に覆われた星ですが、使える水はごくわずかということを知っていますか？地球上で人々が使える水は 0.01%。 地球上の水すべてをお風呂に例えるとスプーン1杯分しかありません。そんな大切なお水は一箇所にとどまっているのではなく、雲や雨、川など形を変えながら私たちの周りを循環しています。安心して飲める使える水を守ることは大切です。今回は皆さんが使っている横浜のお水で水循環の流れを見ていきましょう。やあみんな、僕はハマピョン。水の循環については分かってもらえたかな？これから雨が水道水になるまでを僕と一緒に勉強しよう。まずは水源林について説明するね。水源林はみんなも知ってる森のことだよ。森がどうして水道水に関係しているんだろう。詳しく見てみよう。森には葉っぱや枝がたくさん落ちているよね。その地面はふわふわでスポンジのようにたくさんの水を蓄えることができるんだ。水はこうやって蓄えられているんだね。しかも雨水を蓄える途中で葉っぱたちを通って水をきれいにしてくれてるんだよ。すごいね。蓄えた水はゆっくり時間をかけて湧き出して川になるんだ。だから晴れの日が続いても川の水が枯れないんだね。もしも水源林がなかったら、雨は山を滑り落ち泥水となって川に流れてしまうんだ。蓄える力がないと洪水が起きたり水不足が起きたりするんだよ。だから水源林は緑のダムとも呼ばれているんだ。水源林の力を見てみよう。右側が水源林、左側が荒れた地面をイメージしているよ。同じ量の水を入れると、荒れた地面は水を蓄えられず泥水が流れてくるんだ。水源林は水を蓄えてゆっくりと水を流し、しかもきれいな水が流れてきたね。みんながいつでも自由に水を使えるように水道局は水源林を守っているんだ。これは横浜の水源の一つ、道志川だよ。透き通っていて綺麗な川の水だよね。でも川の水は微生物たちがたくさん、このまま飲むとお腹が痛くなっちゃう。みんなに安心して飲んでもらえるように浄水場でさらに水をきれいにしているんだ。次は浄水場について説明するね。浄水場に届いた水は様々な設備を通って水道水になるんだ。まずは着水井、水が最初に届く場所だよ。ここでは水の量を調整したり匂いを取ったりしているんだ。次に沈殿池、水に薬品を入れて汚れを取り除く場所だよ。汚れを薬品の力でくっつけて塊にしてそこに沈めるんだ。これは汚れが塊になっていく様子を撮影したものだよ。薬品を入れかき混ぜると塊が沈み水がきれいになっていくのがわかるね。このように上のきれいな水だけろ過池に送られるんだ。次はろ過池、沈殿池から来た水を砂や砂利に通してさらに小さい汚れを取り除くんだ。
みんなもろ過の実験は知ってるよね。実は浄水場でも使われているんだ。最後に消毒設備。ろ過地できれいになった水に塩素という薬品を入れて消毒をするんだ。これで安心して飲める水道水が完成するんだよ。浄水場できれいになった水は水道管を通りみんなの家の蛇口に届いているんだ。いつも使っている水は遡ると豊かな自然が生み出すものなんだね。森を守ることは水を守ること。みんなも自然を大切にしよう。次は使った水がどこへ行くのか大ちゃんに教えてもらおう。はい、カバの大ちゃんです。ここからは僕が説明していくよ。みんなが使った後の水がどうなっているか一緒に見ていこう。私たちの町横浜にはたくさんの人が住んでいるね。横浜市で1日に流す水の量は横浜スタジアム約5杯分にもなるんだ。みんなが使ったお水は家の中の排水管を通った後道路の下にある下水道管へと流される。みんながよく目にするマンホールは下水道管を管理するための出入り口なんだよ。市内の下水道管を並べると11,900キロ、横浜と札幌の間を7往復もできちゃうんだ。下水道管を通った水は水再生センターにたどり着く。ここで様々な工程をたどりながらきれいになるよ。詳しく見ていこう。汚れた水はまず地下の沈殺池という施設に入るんだ。ここでは水の中の大きなゴミをスクリーンという網で取り除いたり、下に沈んだ砂を装置ですくい上げたりしてきれいにしていくんだ。大きなゴミを取り除いた後の水はポンプで地上まで汲み上げられて最初沈殿池に送られるよ。ここでもっと小さなゴミや砂を時間をかけて沈めて取り除くんだ。ここまでは目に見えるゴミや砂を取り除いてきたけど、水の中にはまだまだ汚れが溶け込んでいる。それを取り除くのが次の施設、反応タンクなんだ。反応タンクの中には微生物や小さな細菌がたくさん集まった泥が入っている。反応タンクでは微生物が元気に働けるように空気を送り続けているんだ。顕微鏡で見てみるといろいろな微生物が活発に動いているね。この小さな生き物たちは汚れを分解して生きるためのエネルギーにしているんだ。微生物はどれくらいの大きさなのかな。実はアリと比べるとこんなに小さいんだ。こんな小さな微生物が汚れた水をきれいにしてくれているんだね。すごいね。最後に最終沈殿池で泥だけを下に沈めて、上の方のきれいな水だけが川や海に流れていくんだ。処理する前と後の水を比べてみよう。こんなにきれいになっているよ。これなら川や海に返しても大丈夫だね。自然のサイクルの中にきれいな水を返して水環境を守ることが水再生センターの使命なんだ。でも下水道の役割は汚れた水をきれいにすることだけじゃないんだ。雨が降った時道路に流れた水はどうなるんだろう。道路や街中に雨水がたまらないようにスムーズに川や海に排水するのも下水道の大切な役割なんだ。汚れた水だけではなく道路からの雨水も下水道管を通って川や海にたどり着くんだ。中にはクジラが通れるくらい大きな雨水用の下水道管もあるんだ。下水道の役割は分かってもらえたかな。次は川を守っている浜川さんにバトンタッチだよ。今度は横浜の川について、川の妖精私浜川さんがお話しするわよ。みんなが使った水はきれいにしてから川に流されているのは分かったわよね。そんな川は横浜市に何本あるか知っているかしら。なんと56本もあるのよ。
大きい川だと日産スタジアムの近くを流れる鶴見川や横浜駅の近くを流れる片平川などがあるわ。他にも水に親しめるような川を作っているの。伊豆に区のアクア川は水に親しみやすい川の一つよ。ここには階段やウッドデッキがあって川のすぐそばまで近づくことができるわ。さらに56本の川以外にも町の中にいろんな形で水が流れているのよ。みんなの町にはどんな川があるか探してみて。他にも水に親しんでもらえるように川を使ったイベントもしているのよ。生き物を探して観察したり川に入って楽しむイベントも行っているわ。みんなが水に親しみを持てるようにお掃除や花壇の手入れをしてくれる水辺愛護会の皆さんがいるのよ。綺麗な川をみんなで守るためにゴミを捨てないように気をつけようね。下水道や水辺愛護会の協力で綺麗になっている横浜の川にはたくさんの生き物が住んでいるのよ。その一部を紹介するわね。水の綺麗なところにいるアユやカルガモが親子で泳いでいたりするのよ。水色の体が特徴的なカワセミも横浜の川にいるの。みんなも川に行ったら生き物を探してみてね。56の川に流れる水を海に届けるために私たちがしている活動を3つ紹介するわ。その1、水を流れやすくする。川が狭かったり曲がったりしていると大雨が降った時に水が増えて危ないわよね。だから川をまっすぐ広く直して水を流れやすくしているのよ。その2、大雨をためる。川の横に広場を作っているのよ。この広場は遊水池といって大雨の時に一時的に水をためられるようになっているの。実際の様子を見てみるわよ。大雨の降った時の川と遊水池の様子よ。右の川から左の広場へ水が流れているわね。一時的に水をためることで川に流れる水を少なくしているのよ。みんなも横浜水防災で検索すると多くの川のカメラ映像を見ることができるわ。横浜水防災で検索してみてね。周りの人にも横浜水防災を教えてあげてね。川の横以外にも地下に大きなトンネルを作って貯める場所もあるのよ。例えば今井川地下調節池に貯められる水の量は17万8000立方メートルにもなるんだけど、これは学校にある25メートルプール何個分だと思う？なんと25メートルプール約1000個分の水がたまるのよ。たくさんの雨を一時的にためることで水循環を守っているの。その3、安全を守る。川の安全を守るために定期的に点検も行っているわ。危ないところがないか調べているのよ。今説明した3つ、水を流れやすくする、大雨をためる、安全を守るなどを行うことで水が川から海に流れるようにしているわ。こうして川から海に流れた水が蒸発して雨として水源林に戻るのよ。みんな水循環について分かってもらえたかしら。この水源林から水道、下水道、川を通って海に流れる流れを覚えておいてね。貴重な水を守るために私たちは日夜頑張っているのよ。水は横浜市だけではなくて世界を巡っている。だから僕たちが水循環を守ることは世界の水を守ることにもつながるんだ。みんな SDGs って聞いたことあるかな。みんなが幸せに暮らしていくために世界中の人たちが集まって決めた目標なんだ。僕たちの取り組みは SDGs のこれに当てはまるよ。身近な取り組みが世界中の人たちが幸せに暮らしていくことにも関わっているのね。みんなも限りある水を守っていくために自分に何ができるか考えてみてね。